皆さん、こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。本日ご紹介するのは、女優、タレントとして活躍された細川ふみえさん。1971年生まれ、青森県出身。大変美しいセクシー美女ですが、最後まで何をこらえてみてくださいね。1990年、19歳の時にグラビアアイドルとしてデビューし、少女のようなあどけない顔と抜群のスタイルで世の男性たちを魅了したふーみんこと細川ふみえさん。お胸についた柔らかいマシュマロをボインボインと揺らす美女にお世話になった視聴者さんも多いのではないでしょうか。ふみえさんがデビューしたのは、家族に内緒で自ら応募した講談社のミスマガジンオーディションがきっかけでした。 F カップ94センチの爆乳とキュッと締まったウエストが審査員たちに注目され、見事グランプリを獲得したふみえさんは、巨乳グラビアブームの立役者として活躍していくことになります。デビュー作品の水着グラビアも衝撃的で、撮影で用意されていた水着は布面積が狭い、通称眼帯ブラと呼ばれるものでした。その水着を身につけたバストが窮屈そうなセクシーショットに世の変態紳士たちが大歓喜し、ふみえさんは一躍大ブレイクを果たします。その後、バラエティ番組にも活動の場を広げたふみえさんは、テレ東で大人気だったお色気番組ギルガメッシュナイトのメイン MC に抜擢。この番組に青春を捧げていた当時のマスカキ覚えたて男子たちから人気が高く、その後もドラマ、CM、歌手デビューと次々に活動範囲を広げていきました。そんな中でも特に印象深いのは、おそらくアース製薬のバスロマンの CM でしょう。1996年から10年間出演されており、ふみえさんの可愛らしい声で「レッツ、バスロマン」の掛け声で始まるこの CM は、お風呂の中でチラ見えする揺れるパイオツと谷間が激しこでした。ちなみに2021年に15年ぶりに同 CM に出演された際には、バスタオルががっちり巻かれ、お胸は残念ながら見れなかったのだとか。とはいえ、時代の流れを感じながら懐かしむ声も多く、とても好評だったそうですよ。右手のやり場に困った兄貴たちは、概要欄にふーみん写真集の URL を載せておきますので、そちらで思う存分センズリこきましょうね。現在はほとんど芸能活動は行っていないようですが、実はグラビアにもまだ興味があるそうなので、いつかその成熟した肉体をお披露目してくれることを心待ちにしていましょう。以上、おなじみの CM で誰もがご存知の美人爆乳タレント、細川ふみえさんのご紹介でした。美しく年を重ねる彼女のますますますの活躍を応援していきましょうね。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、最新のグラビアアイドルや女優、懐かしのアイドルなど、時代を彩る美しい女性を幅広く紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。